ポルシェは11月17日、米国で開幕したロサンゼルスモーターショー2022に、2ドアスポーツカー 911D シリーズの高性能モデル 911GT3RS、ポルシェ 911GT3RS 新型を出展した。レーシングカーのノウハウを生かした専用装備。大幅なパフォーマンス向上の基盤となるのがセンターラジエーターコンセプトだ。このアイデアは、レーシングカーの 911RSR に最初に採用された後、911GT3R へ拡大展開された。新型 911GT3RS は、3つのラジエーターレイアウトの代わりに、大型のセンターラジエーターをフロントフードに配置した。これにより、両サイドにできたスペースを使用して、アクティブエアロダイナミクスエレメントを統合することが可能になった。フロントの無段階調節式ウィングエレメントと2分割リアウィングは、他の空力対策との組み合わせで、時速 200km 走行時に合計 409kg のダウンフォースを獲得する。このダウンフォースは、先代の 991.2 世代の2倍、現行の911GT3 の3倍に達し、時速 285km 走行時のダウンフォースは合計 860kg に及ぶ。ポルシェの市販車に初めてドラッグリダクションシステム DRS が装備された。DRS はサーキットのストレートセクションで空気抵抗を抑えて高速を得るために、特定の作動範囲内においてスイッチを押すだけでウイングをフラットにできる。エアブレーキ機能は高速走行中の緊急ブレーキ時に作動する。フロントとリアのウイングエレメントが最大に設定され、空力による減速効果を生み出してホイールブレーキを大幅にサポートするという、ポルシェの市販車史上最大のリアウイングを装着。リアには、スワンネックで支持された大型ウイングがつく。このリアウイングは固定式メインウイングと油圧調節式アッパーウイングエレメントで構成されている。ポルシェの市販車としては初めて、リアウイングの上端が車両ルーフよりも高く設定された。911GT3 から流用されたリアディフューザーはわずかに変更されている。ノーマル、スポーツ、トラックの3つのドライビングモードを備える。トラックモードでは基本設定を個別に調節することが可能。特にフロントとリアのリバウンドダンピングとコンプレッションダンピングは、それぞれを複数の段階で調節することができる。リアディファレンシャルはモータースポーツ由来の操作・表示コンセプトのステアリングホイールのロータリースイッチによって、迅速かつ直感的に調整できる。4つのロータリースイッチと DRS のスイッチがステアリングホイールにつく。ロータリースイッチを調節すると、インストルメントパネルにグラフィック表示される。4.0 リットル水平対向6気筒エンジンは最大出力 525PS。新型 911GT3RS には、高回転志向の 4.0 リットル水平対向6気筒ガソリン自然吸気エンジンを搭載する。最大出力は 525PS にパワーアップした。これは、主に変更されたカムプロファイルを備えた新しいカムシャフトによって得られたものだ。シングルスロットルインテークシステムとリジットバルブドライブは、モータースポーツから派生した技術となる。トランスミッションは7速 PDK。全体的なギア比は、ベース車両の 911GT3 よりも短くなっている。アンダーボディのエアインテークにより、サーキットで頻繁に使用される場合でも、トランスミッションは負荷に耐えることができるという。0、100km、H 加速 3.2 秒、最高速時速 296km の性能を可能にした。新型 911GT3RS の重量は CFRP、カーボンファイバー強化樹脂などの様々な軽量設計によって1450kg に抑えられた。ドア、フロントフェンダー、ルーフ、フロントリッドをはじめ、標準装備のフルバケットシートにも軽量な CFRP が使用されている。フロントには耐降6ピストン式アルミ製モノブロック固定キャリパーと直径 408mm のブレーキディスクを採用した。911GT3 と比較してピストン径が 30mm から 32mm に拡大され、ディスクの厚さが 34mm から 36mm に増加している。リアには耐降4ピストン式のユニットと直径 380mm のブレーキディスクを装備した。新型 911GT3RS にはセンターロック式の軽合金製鍛造ホイールが標準装備されている。